九州タワーズダンスです。はい、ということでおい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 よいしょー。おい、映ってます？映ってます？タコさん、これあのカメラ映ってます？あの微妙に飛んでるかもね。あ、いけてますよ。いけてます？はい、でもちょっとピンと合ってるかちょっと僕には分かんないですね。え、今見に行ったのにピンと合ってる。いや、あの俺の顔に上出来になっちゃうんで自然とそっちボケるっていう。こっち行きます？ということでこちらになります。はい、まずこちら後編の動画になっております。まず前編であのハズムさんのね、はい、動画の方に僕出てて、はい、JMS の青山店にですね、お買い物に行くという動画を撮らさせていただきました。はい、ということでこちら今回僕らの方ではですね、購入品の開封と、うん、そのあとね、ちょっとどういう風にコーデしていこうかなっていうのを高尾さんと一緒に考えていけたらなと思います。そういうことです。うん、分かった分かった。はい、ということで早速なんですけどこちら開封していけたらなと思います。ういいやー、まさかでしたね。どういうこと？あのなんか サプライズでプレゼントしていただきました。マジ？はい、めちゃめちゃいいよお前まさかでした。マジで？うん、俺も来たかったのじゃん高さんも、うん、俺も来たかったです。うん、いや僕もなんかそんなつもり全然思ってなくて、うん、そういう打ち合わせだったじゃないですか、こんな普通に通るよみたいなと、うん、あのまさかあのはずむさんからのクリスマスプレゼントで。マジ？はい、動画見て太っ腹やねまあ、はずむさんからも。そうですそうですそうです。 JMS さんからかなあプレゼントいやいやいや、そんなわけないですよ。案件かなって思ったから。いや案件じゃないですよ、本当に僕がこのローファーが欲しくて、うん、あの買い物動画撮り行きましょう、一緒に撮り行きましょうという話で、うん、行って、まあ実はそのはずむさんがプレゼントしてくれたみたいな。うん、はずむさんは自分で買った？はずむさんは前ゴルフ買ってるんで、うん、で今回は欲しいもの見つけたんで来年頑張ってそれ買いますみたいなこと言ってました。うん、じゃあ大輝の買い物はずむさんがしゃべりだってただ単にそうなってる。ああそんな感じになっております。早速こちら開封していきたいなと思います。まあね、皆さん前編から見てる方はね見たことあるものかもしれないですけど、ローファーね、はい、高尾さんは初めて多分見ていただくと思います。ローファーにしたんや。はい、いやもうローファーが欲しくて。うん、まあローファー確かにね、はい、いいよね。こちらシグネチャーローファーですね。JM といえば、まあ、ゴルフに次ぐっていうか、まあ、並ぶあの人気のアイテムだと思うんですけども、うん、今回僕はこちらのねローファーを購入させていただきました。いいね、これ付きなんや。あ、そうです、シューキーパーもなんかシューキーパー付き、専用のもの付きっていうものでなっていいね。サイズもこのサイズに合わせたシューキーパー。シューキーパー付きなんだ。はい、でフィッティングなんですけども、あの、うん、セブンハーフのイズが C。 あ、C ビズないよね。そうそうそう、意外と足、そう足細いねみたいな言われて、うんうん、意外と細い、ね、そう B まで行けたんだけど、マジ B はきついね、ちょっときついな、頑張ったらいけるけどって言って、なんかでその僕が担当してくれた方が、うん、まあ、そのなんかあんまりこう小さいのをおすすめする方じゃなくて、うん、ちょっとゆとりがあってもそのこのウエストの靴だと吸い付くようにっていうか、うん、フィットしてきますよと、かかと最初浮いててもこの沈み込んでいったら、あ、そういうこと、はい、フィットしてきますよと、きつくなくても全然大丈夫ですよっていうのを言ってくれて、うん、B はちょっとやって、うん、まあ、セブンハーフの C で今回選択させていただきました。なるほど。はい、念願のウエストのローファーです。いいじゃん。はい、でソールはあのレザーのソールです、うん。ラバーをね考えてはいたんですけど、うん、結構僕なんかガシガシ履いてあるタイプなんで、まあそうだね、ラバーを考えてたんですけど、まあやっぱりあのレザーで。まあ、いいかなと。はずむさん買ってくれるし、ね、いやいやいや、そういうことじゃないけど、あ、違う、そういうことじゃないけど、あの、まあ、レザーでいいかな。まあ単純だとラバーだと2ヶ月後先ですよって言われて、あ、もともと在庫ないと。そう、在庫、僕のサイト在庫なかったですなんて。あ、なるほどね、うん、でも後から貼っちゃえば、まあそうです、まあ後から貼っちゃうと、でもあれなんですよ、直営でのその修理ができなくなっちゃうんですよね。あ、そうなの。後張りって、後張りができなくなっちゃう。あ、そうなの。そうそうそう、貼り替えできなくなるの。1回でもやるとそのなんかできなくなる。iPhone みたいな。厳しいんですよ。iPhone みたいな。あ、そうそうそう。あ、そのリペアのその基準が厳しくて。マジ？そうです。iPhone。確かに。なんでまあちょっと悩んではいるんですけど。なるほどね。まあ、この状態とりあえず履いていきたいなって。まあまあそれだったらそれでいいじゃないですか。そうです。はい。見てみますか。いや、いいですか。はい、急に。まあ新品履いてるから。ああ。新品の靴の匂いがしますね。そうそうそう。雰囲気ね、いいっすよね、やっぱ革の質感といい、うん、ちょっとあの最後ワックスも軽く入れてくれて、メイドインフランスって感じですね、はい、まあこういうねお話は結構前編でねしてるので、うんうん、そっちを見てください。そう、そちらを見ていただいて、うん、あの実際にねちょっとコーディネートをね一緒に高尾さんと考えていけたらなと思っております。はい、はい、ということで早速いきましょう。はいはい、ということで、うん、今回今着てる格好に合わせてみました。とりあえずどう、僕の一番お気に入りのイートーツの
あのコーデュロイのパンツに合わせてます。いかがでしょうか。いいんちゃいますね。めちゃめちゃいいじゃん。いや履き心地やっぱいいの。履き心地はね、まあまだね、お、うん、ろしてないから、それこそそのまま直で入ってる。ああ、まあ確かにそう。今からか、履き心地は。今からですね。そうだそうだ。ただ、なんか当時朝撮影してたんで、うん、今ちょっと夕方になってるんで、若干やっぱ大きめで買っててよかったかな、ちょっと思うぐらい。今ジャストぐらいの感じがします。あ、本当に。で、靴下も一番薄い靴下で行ったんですけど、うん、普段ちょっと厚めの靴下で履くこと多かったんで、ローファー。うん。ね、ジャラのローファーとかは。なので、ちょうど今いいのかなと思ってます。なんかむしろぴったり。でもこれでも今だとやっぱまだ靴ずれしそう。ああそう、まあ、はい、辛抱。そう、辛抱かなと思う。ゆっくり入っていきたいなと思って。そうだね。でもコーデュロイ間違いないね。コーデュロイ、デイビーのコーデュロイ。これ結構やっぱいいなと思ってます。まあ結構やっぱ太いパンツ合わせてちょっとやっぱ先が見える感じで、そうそうそう、俺好きだけどね。結構いいよね。うん、こういう感じで、うん、まず1着目。まあまあ間違いないね。まあ何でもあるとは思うんだけどね。ちょっと僕の手持ちのパンツどんどん合わせていきたいなと思います、うん、そうだね。はいはい、ということで今回はですね、メイトンのスラックスにアンダースのセットで合わせてみました。まあ、大気らしいスタイリングなんでしょうか。そうだね、結構やってるかもね、このスタイリング。いやでもなんかやっぱ丈感の感じすごくいいかも、そのローファーの。ああそうだね、靴下が見える感じ。そうそうそう、この感じはいいよね。そのチラ見え感がやっぱりローファーの良さかなって。うん、普通のタングザルさ、そこから見えない。確かに確かにね。ああいい、すごく、ね、写真になってるし、ポイントいいよね。ああやっぱ白い靴下なんだよな、個人的には。いや、いいよ、本当に。相性はめちゃめちゃいい、本当に。はい、ということで続いてバレーボレーのパンツに合わせてみました。おいまあね、軍パンとはね、僕の中でやっぱもう正直ね、間違いないアイテムなのかなと思ってはいるんですけど、こういうちょっと変形なものでも一緒にいいのかなとは思ってます。まあ、ほんとよくバランス取ってくれるというか、うん、そういうちょっと変わったパンツにもね、うん、相性いいな、うん、いいね。太さがこんぐらいののが一番ちょうどいいのかな。まあ確かに一番最初の糸打つのパンツとか、うん、今のバイブルのパンツとか、ね、まあ、それの太さの方がちょうど良さそうだよ、ね、俺は好きかな。いや、いいね。ただ RPSA みたいなちょっと細身のパンツでも全然俺は。あ、そうだね。そう、RPSA は、うん、あの前編のお買い物動画でパンツ履いてて、うん、まあ、そちら見ていただいたので、ね、合わせて見ていただけるんですけど、うん、ぜひ一緒に見てさ。いや、いいです。あの、キモいんでさすがに。ローファーを揃えて。ローファー生活しましょう。いや、ちょっと、まあ、大丈夫です。あの、ローファーは確かに欲しいよ。ね、いいよね。21、まあ、2021年はちょっと、ローファー、注目。革靴をたくさん履きたいなと。うん、あ、ほんと。買いたいと思ってるから、うん、ちょっとこう、まあ、頑張ろうかなと思って。ぜひ。はい。ローファー。はい、まあ、ローファー大事ね。僕はもうこの 20AW からずっとローファー結構気に入ってて。うん、まあ、よく履いてる。そうそうそう。珍しく履いてるなと思ってる。確かに。ダメにしちゃったからね、履きすぎて。結構雨の人が気をつけてたんだけど。うん。なんか、すぐリペア持っていったんで。修復はしてるんだけど、うん、これもね、しっかり長く履けるように大切に履いていきたいなと思います。はい。はい。はい、ということで、いかがだったでしょうか。おい、まあまあまあ、ちゃいます？ありがとうございます。いいね、本当にありがとうございますですね、本当に、はずむさんが。いや、そうだね、はずむさんに頭上がんないね。本当にありがとうございますということで。ずるいよ、もう、羨ましいな。ということで、本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。では、それでは、シャッシャッ、バイ。